くじり世界史、俺みたいになるなぁ。やっこい、わっこい。今回は三国志一のしくじり男、炎章、についてやっつ、ほらやっつ。このチャンネルでは、三国志の登場人物に触れる際には、三国志演義、と、正史三国志、の両方に触れているが、炎章に関しては両者にあまり違いはないため、最初から、正史三国志、の話でいこうと思う。よかろう、話したまえ。炎章のはっきりとした出自は実はわかっていない。そうなのかい、名門出身のイメージが強いけど。炎章が五冠の名門、序南炎氏、の出身であることは間違いないが、史料によって父の名が違うのだ。父親が誰だかわからないのかい。正史三国志、には炎章の父に関する言及は一切なく、ただ序南の出身であるということが明記してあるのみ。漢書、という書物には、炎章は炎鵬という人物の書士であったと記載されており、英雄記、という書物においては、炎章の父は炎征という人物で、生まれてすぐに亡くなったため、叔父の炎鵬に育てられたとなっている。資料同士で食い違うのか？よくあること、というよりむしろそれが普通なんだけどね。教科書、で歴史を学んでしまうと、絶対的な正解としての歴史、があると錯覚してしまいがちだが、そんなものはない。炎章の父親問題はまさにその最たる例であろう。ちなみに炎鵬は三公の一つ、四空の経験者であり、炎術の父親でもある。ちょいちょい出てくるけれど、その三公とやらは偉いのかい？ちょうどいい機会だから、三公について触れてみようか。三公というのは、言ってみれば行政の最高職を表す言葉で、時代によってどの地位が三公に当たるのかは異なっている。三公、という言葉が最初に使われたのは、周王朝、であると言われ、その当時は大使、大夫、大夫の三官職が三公と呼ばれていた。秦から前官にかけては上将、大尉、御史大夫、あるいは大使と、大司馬、大司空が三公と呼ばれるようになり、五官になると、使徒、大尉、司空の三職が三公と呼ばれるようになる。序南炎氏は、始祖とも言える炎安から、四世代にわたって三公を輩出した名門であった。もっとも、五官後期になると、宦官に賄賂を贈らねば官職にはつけなかったし、曹操の父親である曹操が一億千で三公の一つ、大尉の地位を買ったことから、序南炎氏もおそらく宦官勢力と蜜月関係を築いていたものと思われる。詳しくは、五官の滅亡、を見てね。実際序南炎氏から炎者というものが宦官になっているし、若き日の炎章が大宦官の孫であった曹操と懇意であったことからも、それは伺い知れる。炎章と曹操は仲良かったのか。若き日の二人について、次のようなエピソードが残っている。ある日炎章と曹操は、美しい娘のいる家に忍び込んだ。しかしその家の主に見つかってしまい、二人はスタコラと逃げ出した。しかし容量の悪い炎章は足をくじいてしまう。それを見た曹操はにやりと笑いこう叫んだ。おい、下手人はここにいるぞ。曹操は笑いながら逃げ去り、炎章は足を引きずりながら曹操を追いかけたという。悪ガキだな。情けないイメージの強い炎章だが、若い頃から人気は高かったようで、多くの者が彼を慕っていたという。ただ、兄弟なのかいとこなのか、同じ炎一族の炎術とは昔から仲が悪かったようだ。同じ一族なのにな。歴史全体で見ると、血のつながりがあるほど悲惨な戦いをするような気がするな。第一次世界大戦とかも親戚同士の戦いだもんな。日本でも人心の乱とか悲惨なイメージがある。結局炎章と炎術は仲良くすることなく、その仲違いは他の豪族も巻き込む形で殺し合いにまで発展してしまう。結果から見れば、二人の対立が序南炎氏を滅亡させた面もあると思う。まあ、そのことについてはまた後で触れよう。金もコネも人気もあった炎章は、大将軍家臣に気に入られて、あっという間に司令行為にまで上り詰める。都知事と警視総監を合わせたような職だね。炎章は宦官を兼務していたようで、十条寺の筆頭とも言える、城中に睨まれていたという。
これを知ったおじの宴会が、お前は今に我が一族を滅ぼすぞ。と炎章に対し叱ったエピソードが残っている。この実感岩に逆らうと悲惨だったからね。ただ、このような態度が多くの有力者から慕われ、反観岩派筆頭とも言える家臣から気に入られた理由だろうな。でも宴会の言う通りになってしまうんだろう？まあ、それはそうかもしれないな。西暦189年、漢の皇帝である霊帝が崩御した。その瞬間、炎章は家臣と共に漢岩殲滅計画を立てる。詳しくは、霊帝、を見てね。しかしこの計画には家臣の妹である片井光が賛同せず、家臣は領袖より董卓を呼び寄せることになった。悲劇の始まりだ。家臣たちの計画は事前に漏れており、宦官たちは家臣を呼び寄せて誅殺してしまう。それを知った炎章は兵士を引き連れて宮中に攻め入り、宦官たちを皆殺しにしてしまう。完全に容赦なき殺戮で、中にはヒゲを剃っただけの人間などもおり、その犠牲者数は2000人を超えていたとも言われている。凄まじいな。宦官だけではなく、宦官に組みしていたものもまとめて始末していったみたいだな。これにて五感を陰から操っていた宦官勢力は壊滅した。外敵は宦官が殲滅し、宦官は豪族が殲滅したわけか。しかし宦官のうち何人かは、皇帝とその弟である陳留王を連れて逃げてしまい、途中逃げ切れぬと思ったのか宦官たちは自害、皇帝と陳留王の二人は洛陽に向かっていた董卓が保護することとなる。こうして官の実権は董卓が握ることとなった。この時点で董卓を止められたのは二人。提言と炎章であった。董卓は炎章を呼び寄せ、朝廷の配列をほのめかす。この時炎章の叔父である宴会が大夫、すなわち皇帝の教育係であったので、炎章は次のように答えた。これは重大事であるので大夫と十分に相談しなければなりません。そして炎章は光の速さで洛陽から逃げ、遥か北方の紀州まで逃亡した。この時炎章に対し、今董卓をどうにかしなかったら、災いが大きくなるので、今のうちに董卓を倒すべきだと言った者がいたが、炎章は董卓にビビって何もせずに一目散に逃げ出したのだった。何もしないなら帰れ。炎章に助言した者は、すべてが馬鹿らしくなって故郷に帰っていったという。炎章が逃亡したと知った董卓は、炎章を渤海の大主に任命した。なぜそんなことをしたんだい？董卓の周りに炎章の味方が多くて、炎章は敵にするよりも味方にする方がいいと助言したのさ。董卓って人の言うことちゃんと聞くんだな。まあ、その人たちは全員董卓に殺されるけどね。董卓の謀略についてはここでは触れないが、この後洛陽は地獄と化す。詳しくは、謀略の波動、董卓、を見てね。唯一董卓に対抗できそうな提言が、呂布によって殺されてから、董卓を止められる者はいなくなっていた。董卓は自分の地位を盤石にすべく、各地に官服や公中といった、自らの息のかかった人物を長官として派遣する。しかし結局その者たちが董卓に牙を剥くようになるのである。反董卓連合。戦王を極める董卓を中すべく、各地の豪族が連合を組んで董卓に対抗した。炎章は自ら社稷将軍を名乗り、連合の名主的地位に収まる。炎章は董卓が擁立した検定の存在を否定し、漢の皇族である遊具を皇帝として擁立しようとした。しかしこれは遊具が拒否したことによって二階たもちとなってしまう。それどころか公孫さんが奇襲志士の官服を攻撃するなど連合内部で争いが起こる始末。三国志演義と違い、実際の反董卓連合はまるで機能しなかった。ダメだこりゃ。公孫さんに攻撃された官服は炎章を頼り、その地位を譲渡、炎章は肥沃な土地である奇襲を支配下に収めることに成功した。董卓と戦えよ。英雄記によれば、官服を攻撃するよう公孫さんをそそのかしたのは、炎章の部下である蜂起であったという。蜂起は炎章に対し、公孫さんが攻撃すれば、官服はおのずから炎章に奇襲を渡すだろうと進言したという。
州は黄河流域の土地で、約30万人の兵士の動員が可能なほど肥沃な土地であったという。黄河の恵みはすごいねー。袁紹はその後、蘇州の検索を受けて、袁州、青州、幽州、平州の攻略に取り掛かった。もう董卓と戦う気はないんだね。五感の崩壊は明らかで、各地で山賊や黄巾族の残党などが実質的な支配を行っており、袁紹はそれらを駆逐していった。負けのイメージが強いが、袁紹軍はかなり強いんだよ。瞬く間に各地を平定していき、河北と呼ばれる黄河北方地域は、瞬く間に袁紹の領域となった。これに焦ったのが董卓で、袁紹に使者を送り、降伏するように呼びかけたが、袁紹はその使者を切り捨てる。ワイルドだな。激怒した董卓は、大夫である袁海をはじめ、袁紹の一族を皆殺しにした。やりすぎだろう。この時袁紹が何を思ったかは伝わっていない。この行為は諸侯を大いに刺激した。一族を殺された袁紹や袁術に同情が集まり、董卓に対する反発が強くなっていったのだ。しかしある意味それは大義名分だった面もある。殺された袁海のために。そう言って各地の豪族たちは自分たちの勢力拡大の理由としたのだ。すでに官に求心力はなく、各地の豪族は自分たちの勢力拡大だけを考えるようになっていた。なので、反董卓を掲げても、実際に董卓と戦った豪族は少ない。みんな兵力などを消耗するのを避けたわけか。董卓とまともに戦ったのは、曹操と孫権ぐらいである。反董卓連合の名士と言っても良い袁紹には、すでに董卓と戦う気などなかったようだ。しかし一方で、白馬将軍の異名を取る公孫さんとは戦う気満々であった。公孫さんは、黄巾族討伐に功績のある魯蜀の弟子で、劉備と同門であり、現在の北京のあたりに強大な勢力を築く豪族であった。30万の黄巾族を2万の兵で撃破した実績を持ち、白い馬を好んだことから、白馬将軍と呼ばれていた。公孫さん強い。河北の支配権をめぐり、袁紹と公孫さんが激突するのは自然の流れであっただろう。孫権の活躍によって追い詰められた董卓は、首都洛陽に火を放ち、長安に遷都した。詳しくは、江東の虎、孫権、を見てね。これによって反董卓連合は実質的に解散。袁紹は有能と結び、袁術や孫権を牽制し、自らは公孫さんとの戦いに集中した。この最新化の中には権勢を保護し、行に都を置き、天下に号令すべしと検索する者もいたが、袁紹は結局それを実行しなかった。なおこの検索をしたのが、正史三国史、だと角徒であるのに対し、検定伝、だと蘇州になっていて、角徒は蘇州に反対したことになっている。どっちが本当なのやら？いずれにせよ袁紹はそれを実行せず、後に曹操はそれを実行した。その話についてはまた後で触れよう。この話が出た前なのか後なのかは不明だが、董卓が呂布によって殺害された。自然に考えたら董卓が死んだから出た話なんだろうね。董卓亡き後は後継者争いで揉め、最終的には李覚と郭汜が呂布や王胤を駆逐し、検定と官の実権を握るが、内部分裂し、結局領州の諸軍閥によって殺害されてしまう。その後検定は董昭らによって洛陽に帰還するが、曹操が彼らを庇護し、荒れ果てた洛陽から曹操の本拠地である巨匠への遷都が完了した。曹操が検定を擁立した意義は大きい。そのことによって曹操は、検定の名で各地の諸侯に命令ができる立場になったのだ。実質的に崩壊しているとはいえ、未だ官の天下であるし、各地の豪族も皆官の臣下だったのである。袁紹にはそれがわからなかった。そしてそれが彼の命取りになった。曹操が検定を擁立した頃、袁紹は越境の戦いにて公孫さんを撃破した。この戦いにて公孫さんは死亡し、河北の支配権は袁紹が握ることとなった。こうなれば、河南を支配し検定を擁する曹操と、河北を支配する袁紹がぶつかることは、もう自然な流れだったと言えるだろう。有利なのは圧倒的に袁紹だった。そうなのかい。
この時点で印象は、奇襲、青州、平州、優州の4州を支配下に置いていた。五冠は中華全域を13の州に分けたわけだが、そのうちの約3分の1を支配下に置いた計算だ。広さで言えば、後に蜀漢が領有した益州や、呉が本拠地とした揚州よりも狭く見えるが、問題なのは農業生産量と人口である。そこ熟すれば天下たる、とは江南の農業生産量の多さを評価した言葉だが、江南の農地開発が進むのはもっと後の時代のことで、この時期は黄河流域の農業生産量が圧倒的であった。その中でも袁紹が抑えている4州は圧倒的で、動員兵力で考えれば、他の群雄を圧倒していたのだ。人材も豊富だった。顔料と群衆という二人の猛将を筆頭に、後に劉備をして最も恐ろしい敵と言わしめた張衡など、優秀な将軍が揃っていたし、張良や陳平にも匹敵すると言われた伝報や素樹など、優秀な軍師も擁していた。詳しくは、張良、陳平、を見てね。一方で曹操も、呂布、袁術、刀剣といった群雄を破り、袁州、呂州、司令、徐州とこちらも4つの州を支配していた。4対4で互角かい。形の上ではそうだが、洛陽などは小土だったし、徐州でも父を殺害されたことに逆上した曹操が虐殺を繰り広げた上に、諸侯との戦いや公害などの影響もあったようで、兵力や食料など兵端の面で、曹操側が圧倒的に不利だったようだ。三国志演義では、動員兵力が曹操側約7万、袁紹側70万となっている。絶望的な差じゃないか。実際の動員兵数は不明だが、絶望的な戦力差があったと見て良いだろう。おそらく曹操は万単位、袁紹は10万単位の動員兵数だったと思われる。まさしく桁違いだったわけだね。古代の戦争において、農業生産量はそのまま動員兵数に直結するからな。肥沃な大地を抑えた袁紹が有利になるのは当たり前といえば当たり前だった。曹操が不利な面は他にもあった。領州では孫策が曹操の本拠地である巨匠を狙っていたし、すぐ南の慶州には有料が大勢力を築いていた。西方には領州の諸軍閥が控えていたし、領は四方を敵で囲まれていたのだ。西暦200年、袁紹と曹操による、中華の覇権をかけた戦いが始まった。史上名高い関東の戦い、である。曹操軍の中には戦いに反対する者も多かったが、淳育、淳雄、角化、角などの曹操軍の軍師は、曹操が勝つことを確信していた。圧倒的に不利なのにかい？この時期の曹操陣営の動きについては、曹操の動画にて語ることにしよう。しかし曹操軍の軍師が、曹操が勝つことをまるで疑いもしなかった様子が見て取れる。その確信はどこから来たんだろう？曹操の君主としての、英雄としての器。角化も淳育も、かつて袁紹の勧誘を断り、そして曹操陣営に加わったという過去を持つ。兵力の差は戦闘において絶対的な要件ではない。サルフの戦い、ファルサロスの戦い、などを見れば、それは明らかであろう。そして淳育や角化の判断は正しかった。曹操と袁紹では、群雄としての器が違った。袁紹軍筆頭軍師である伝報はこう言った。曹操軍は食料が不足しており、持久戦に持ち込めば自然と我が軍は勝利することでしょう。しかし袁紹は直接対決にこだわった。そして伝報を逮捕し、牢獄に閉じ込めてしまうのだった。なんとまあ。後に曹操は、袁紹がもし伝報の策を実践していたなら、負けていたのは我が軍であっただろうと語っている。実際曹操軍は兵糧が足りておらず、持久戦なら袁紹が勝利していたことだろう。しかし袁紹がそうしないことを、淳育や角化は知っていた。袁紹が伝報の検索を無視したのはこれが初めてではない。曹操は袁術を攻める際、袁紹が救援に来るのではないかと警戒していた。実際、伝報は曹操が袁術を滅ぼした後、すぐに曹操を攻めるべきだと進言したが、袁紹は息子の病気を理由にその検索を実行しなかった。この時伝報は杖で地面を叩きながら怒りをあらわにしたという。
そして閣下は炎症のそのような性格を見抜いており、警戒する早々にこう言っている。炎症は疑り深いので内部はバラバラです。すぐには行動ができないでしょう。閣下すごいな。実際に炎症の元にいてそう感じたんだろうな。炎症には自由を読む力もなければ部下の良し悪しを判断できる能力もなかった。よく、官の高底という方に対し、部下が優秀だっただけなどとのたまう方がいるが、一番重要なのは、優秀な部下を見抜く能力である。流法、曹操、そして劉備はその能力が優れていた。閣下や淳育にも声をかけているので、炎症にもその片鱗はあったのだが、重要なところで判断ミスをしてしまうのが炎症だった。当時の炎症軍内部には大きな派閥争いがあった。派閥ができた原因は後継者問題で、炎症は長男の炎丹よりも、末子の炎症の方が可愛かったのだ。これにより炎丹派閥と炎症派閥に分裂してしまう。結果として派閥同士の残言合戦となり、優秀な臣下たちは足の引っ張り合いを始めてしまった。ダメになる大企業のようだ。組織が大きくなるとどうしても派閥争いが起こる。炎症軍はある意味派閥争いによって自滅した面があると思う。炎症が電報の検索を採用しないのは、陰で蜂起が残言を繰り返していたからだとする資料が存在している。このように足を引っ張り合うことが、炎症陣営では日常茶飯事だったのだ。曹操は、電報が投獄されたと聞いて、自分の勝利を確信したと言われている。長領の言うことなら何でも聞いた劉邦や、孔明の言うことなら何でも聞いた劉備と、炎症はこの点が決定的に違った。簡潔に言えば、炎症は英雄の器ではなかったのである。蘇樹の意見もまた、炎症には聞き入れられなかった。炎症は開戦と同時に筆頭将軍である顔料を白馬に派遣したが、蘇樹はこれをいさめている。炎症は諫言を聞き入れず、顔料はその後曹操の元にいた関羽に切り殺されてしまう。優秀な将軍とはなかなか得難いものだ。顔料を失った炎症陣営は、立て続けに文集をも失ってしまう。炎症軍はそのことによりパニックに陥ったが、一人冷静な蘇樹は持久戦に持ち込めばそれでも勝てると炎症に進言。しかし炎症はあくまでも短期の直接対決にこだわった。顔料と文集を失った状態でもまだ炎症軍有利で、その後の直接対決では炎症軍が曹操軍を圧倒した。炎症軍強いんだな。しかし曹操軍はこの時、新型の投石機を開発していたようで、炎症軍が築いた櫓をことごとく壊してしまったという。それでも炎症軍の優位は変わらず、食料不足から曹操軍を脱走し、炎症軍に寝返る兵士が続出した。まさに、腹が減っては戦はできぬ、だな。大半の兵士は、ご飯が食べられるから戦いに参加しているだろうしな。ここで蘇樹は再び炎症に進言をする。その内容は、食糧庫を襲撃されてもいいように、別動隊を率いて守りを固めるべきというものだった。炎症はこれまた聞き入れなかった。そしてそれが仇となった。炎症軍にいた巨竜というものが、早々に寝返り、食糧庫の場所を教えてしまったのだ。早々は装甲にわずかな兵を残し、全軍を率いて自ら食糧庫のある層への襲撃を開始した。この際炎症は手薄になった曹操軍本陣を攻めるよう長江に命じているが、長江は曹操軍本陣はそう簡単には落ちないため、武装を守る準右傾に援軍を差し向けるように提言した。しかし炎症は命令の撤回はせず、武装を守る準右傾は死亡。長江も曹操の守る曹操軍の本陣を落とせなかった。最悪な展開だね。最悪なのはここからで、閣とは炎症に対し、長江は準右傾の死を喜んでいる、と残言。長江は降乱と共に早々に降伏せざるを得なかった。優秀な将軍がまたいなくなった。武装陥落により形勢は完全に逆転。炎症軍は壊滅状態になり、総大将たる炎症は、部下を見捨ててさっさと戦場から逃げ出した。蘇樹などは逃げ遅れてしまい、早々に捕まってしまう。曹操は蘇樹に味方になるよう説得するが、
ソジュは早々には下らず、脱走しようとして兵士に殺されてしまったという。ソジュ？前方に至っては、敗北が決定した瞬間に、炎症によって処刑されてしまっている。前方。関東の戦いに負けたからといって、炎症はその豊かな領地を失ったわけではなかった。しかしこの戦いで炎症は、顔料、文集、長江、伝報、蘇樹といった優秀な人材を全員失ってしまったのである。残ったのは角都のような人物ばかり。そして関東の戦いから2年後の202年5月、炎症は病死した。炎症の死後、炎家は炎丹派と炎症派で分裂し、それから10年もしないうちに、炎家は滅びた。炎症について、三国志の作者である陳寿は次のような表を残している。炎症の異様は堂々としており、名声は天下に轟き、河北に割拠した。しかし、外面は寛大に振る舞いながら内面は猜疑心が強く、計りごとを好みながら決断力に欠けていた。また、優れた人物がいても用いることができず、中言を聞いても実行できなかった。これ以上ない的確な評価だ。炎症は宦官勢力を壊滅させるなど、思い切りのいい部分もあるのだが、最終的には英雄に最も必要な決断力、と判断力、に欠けていたように思う。もし関東の段階で劉備が孔明を信頼したように、炎症が伝報や蘇樹を信頼していたら、中華の歴史は大きく変わっていただろう。どう変わっていたかはわからないが、少なくとも関東の戦いでは炎症が勝っていたと思う。しかし角化や純育が見抜いていた通り、それができないから炎症だったのだ。優秀な人材が厚遇されない組織においては、真に有能な人材は流出していく。角化と純育が陣営から出ていった段階で、炎症の負けは決まっていたように思う。どんな優秀な人材がいても、それをうまく扱えるトップがいなければ、その人材は活躍することはできないのだ。優秀な人材から流出するような組織は、いかに資金力や人数に富み、名声があろうとも、必ず衰退し、敗北する定めにある。炎症のしくじりからは、学ぶべき点が多いように思う。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。